どうも、マサズアウトドアチャンネルにようこそ。マサニーです。そしてジェンコの堀田です。さあ今回はジェンコでシナさんと撮影させていただきます。よろしくお願いします。で、まあ、今回はですね、結構僕の、チャンネルをご覧になられている視聴者さんから、ちょっとご要望のコメントがあったんですけど、深夜さんのヴィンテージを紹介してほしいと、まあ、結構、まあ、ちょくちょくコメント、いただくんで、過去にも何回もやってますが、また紹介してないやつを、今回ちょっとご用意、していただいてちょっと紹介していこうかなと思います。ハイカロリーです。胸焼けしますよ。まあね、昨日急遽じゃあ明日撮るかってなって、そうっすね、で、まあ2人でクローゼット入ってドレンするっていうのが昨日あったじゃん。はいはいはい。かなり高カロリーな動画、何本か続くと思いますが、全部の動画多分もうヴィンテージラバーの方もよだれものだと思うんでね。最後までお付き合いくださいということで。で、今回のくくりは、我々二人とも大好きなんですが、スイングトップというくくりで、紹介、していただきます。よろしくお願いします。まあ、スイングトップはやっぱもう定番品なので、ヴィンテージとか、古着、アメカジスタイル。定番のアイテムなんで、昔から結構お好きですか？そうだね、やっぱそのタンタケのジャケットっていうのはさ、あ、はい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 、なんかロックなファッションとかにもすごく重要なアイテムだし、はい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 、割とさ、古いものから新しいものまで結構、長い年代作っと、まあもちろん今も作っとると思うけど、そうですね、現行品もいっぱいありますもんね。で、まあ素材色バリエーションがやっぱかなりあって、はい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 、で、あんまりその古いものだけにこだわっとるわけじゃなくて、まあ空張りだったりとか、まあまあサイズが一番やっぱ大事やし、まあそうですね、うん、やっぱスイングジャストっすね、うん、基本ジャストで、うん、まあちょっと遊ぶと、まあちょっと遊びを入れてもいいかなって時はちょいゆるぐらい、まあそうだね、ですかね。まあでもほぼ俺ジャストっすよ、取るやつには、でも袖丈がほぼ一緒の、ね、ああ確かに確かにあれやから、まあちょいゆるみたいなちょっと混ざっとるけど、はいはいはい、はい、まあでも許容範囲のサイズ感、基本はやっぱジャストっす、そうだね、ですね、うん、じゃあ早速ちょっと1枚目から紹介していただきます。よろしくお願いします。はい、黄色、もうこれもうよだれ出ますよこれは、はい、こちらブランドとかで何かあるんですかね。なんかよく見る単位、カレッジパシフィックみたいな、はい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 、うん、で年代的にはこれ60年代60、70ぐらいじゃない、まあマスタードイエロー、マスタードイエロー、で、まあ、フロントはシンプルでございますが、背中っすね、これね。これえぐいっすね。フロッキープリント。プリントで。はあ。ちょっとオールドイングリッシュ的な字体ですよね、これは。結構俺、この字体の T シャツとかもそうやし、結構好きで、スウェットとかにも。ああ、はいはいはい。なんか割とこのオールドイングリッシュの字体のやつを結構好きで集めてて、で、あと、なんか、強すぎてなんかヒップホップみたいな、はい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 、あれまで行くのはちょっと嫌なんだけど、そこまで行かないぐらいのオールイングリッシュのやつは好きで、なるほど、そういうのは集めとるね。イエローを上に持ってくるときは下どんなに履くんすか。でもさ、インディゴですかと。これマスタードはまあインディゴもいけるし、ミリタリーのグリーンもいけるし、まあ茶色とかでもいいしね。下茶色っすか、色合わせ的には大丈夫やっぱ、はい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 、結構なんか何でも合わせとったけど、これたまんないっすね。まあタロンジップで、このボタンもなんかもういちいちおしゃれっすね。そうやね、古い時のボタンはやっぱおしゃれっすね。だからね、かっこいいな。これいつ頃買われたんすか。ちょっともういつ頃とかの記憶がないな。相当前。でお店始める前とか、前だと思う。あ、でも相当っすね。10年以上とか。まあそうじゃない。まあこれかっこいいっすね。やっぱスイングって割と買いやすい値段帯のも結構多いじゃないですか。そうだね。やっぱ増えちゃう。
やっぱり。そうそう、だからなんか持ってない色で安い値段とかで出てきたら、うんうん、なんかもう無条件でペッと無条件でね、うん、か確かに確かに、うんうん、まあ今でこそちょっと値段は上がってますけど、うん、やっぱ10年15年15年20年前は1万円超えることがほぼなかったような気がしますもんね。だからよっぽど古いやつがそういう値段なだけで、うんうんうん、ああはい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 、なんか別に60年代だろうな70年代だろうな、うんうんうん、だ大した値段の差がなかったですよね、うん、本当にもう4000とかのレベルっすよね。そうそうそう、なんかそうこういうプリントあったりさ、はい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 、なんかワッペンついとったりとか、うん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 、そういうのあったらちょっと値段があったりしとったけど、あなるほど、基本的になんか全部そんな、そうっすよね、あ、まあ、4%5% みたいなノリっすよね。そうそうそう、いやいいなこれは、これかっこいいです。まあ1枚目これですね、はい、はい、マスター気が最高っすね、はい、じゃ続いていきましょう。まあいいわ、なんかこれもいい色っすね、ピンク色、はい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 、じゃ好きやな、これ結構古めっすか、70とかぐらいじゃない、うん、ブランド的にはこれなんかジャックニクラウス謎っすね、なんかゴルフとかのやつ、ああまあスポーツウェアですもんね、もともとは、そうそうそう、うん、これもかっこいいな、なんかちょっとナイロンコンみたいな、はい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 、ちょっとテロッとした素材で、うん、いい色っすね、うん、この焼けたピンクが、はい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 、うん、でしっかりアクションプリズムもついて、そう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 、でチンストもついて、チンストもついとるね、うん、またこのボタンが洒落てるさ、うん、あこれまあこうやって、はい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 、隠しておけるし、うん、そうそうそう、こっちもいけるよっていう、うんうん、まあちょい出しがやっぱりいいっすか、まあ、そうだね、チンストちょい出し、チン店がチン店、チン店がやっぱりこのタイプは我々は基本チン店ですね、チン店ですね、まあ、うん、そうですよね、うん、このチンは見せていいから、ね、そうそう、見せていい、うん、見せてもかっこいいチン、そうですこれかっこいいっすね、うん、ピンクってまた結構あの使いづらい色かなと僕は思っちゃうんですけど、男のピンク結構かっこいいくない？いや、わかるっす。なんか胸張ってきとれば。はい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 、はい、うん。確かに確かに。普通っしょっていう顔してきとれば、うんうんうん、なんかかっこいいと思う。なるほど、うん。まあ、心構えも大事ですよ。そうそうそう。そこの。そうそうそう。かっけえっしょっていう、うん、まず心構え。それは大事だと思う。ああ、ピンク着るんなら。うん、まあ、ポイントにピンクじゃないですもんね。ピンクのジャケットっすもんね。そう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 。これかっこいいな。でこういうサイドアジャスターとか、うん、気が利いてますよね、うんうん、なんかどうなんだろう、うん、ちょっと古いしてきたな、なんかもうディティール的には40っぽいディティールも入りつつ、うん、で色的には50年代が出しそうな色、ピン、うん、ピンクで50多くないですか、多い、うん、何なんだろうね、この襟のサイズもちょっと50年代っぽいなっていう、うんうん、まあ不明ですよね、不明だねなんか買った時とかも、うん、すげえ安く買っとると思うから、全然古いものとして見てない、うん、まさかベイクライトじゃねえかっていう、確かにね、ですよね、ナイト古いんかな、いやなんかこの辺とか40の匂いしますもんねまあ確かにね、まあわかんないですけど、わかんないですけど、そうディティールだけ受け継いで50年代って、うん、まあもちろん、もちろんありますからね、全然あるからね、うん、まあただかっこいいジャケットっていう、そう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 、ことはまあ変わんないですからね、そういう感じ、これかっこいいな、いやこれも渋いな、これどうやって合わすんですか、ピンクやピンクは、うん、グレーとかとも相性いいし、パンツグレーパンツ、グレーのパンツとかは黒白もいけるし、割と緑とかでもいいしね、ああ、うん、なるほどなるほど、まあミリタリーのパンツ合わせても、まあ、そう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 、まあこれはかっこいいな、なんかグレーのスラックスとかが多いかな、これ着るときは、うん、これ2枚目っすね、はい、はい、2枚目の、はい、次、いや続いていきましょう、まだまだありますからねこれもいいっすね、まあもう色がいいです、はい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 、これもかっこいいな、これはタグ欠損ですかね、うん、タグ欠損してますが、ディテールからまあ60、70ぐらいかなって感じですね、うん、たぶんこれも完全にタロンジップついとってサイズ良くて持ってなかったから買ったみたいな、あもう色でそういうことで、ね、色で選んだっていう、そう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 、まああと
シンプルですもんね。うん、まあ本当定番のスイングトップというか。そうそうそう、うん、かっこいいな。この色がたまんないですね。そう、やっぱまあ最初ベージュぐらいから入るじゃないですか。うん、でこの辺のカラーもやっぱあったら手に取っちゃうみたいな感じですか。そう、まあこれは多分1枚目には買う色じゃないと思う。いや1枚じゃない。入門編ではないですもんね。うん、ベージュいって、まあ黒ありゃ、うん、白ありゃいって、うん、でカラーものっすよね。そうそう、うん、これかっこいいな。まあ春から夏ぐらいに着るような色だよね。うん、ああはい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 、これもいいっすね。まあ、ちょっとまあレーシング系 の, あのワッペンとかつけても過去良さそうで は, いい、ね、ではありますね。いいね、うん、この色はそうそう、なんかマスタングアメシャのカラーみたいな感じで、いいね、うん、このかっこいいですね。これもいい、まあ、素敵っすね。これが3枚目、うん、はい、これ3枚目ですね。はい、はい、続いていきましょう。ブンブンいきましょう。まあ、ワークジャケットみたいな感じやけど、なんか40年代ぐらいのディッキーズ。40年代のディッキーズ、うん、へえ、すげえな。いやーすごい。なんかまあなんか短丈のジャケットみたいな感じで、うんうんうん、まあそのスイングトップドリズラーのくくりで持ってきたけど、あ、はいはいはい、まあ元を言えば多分ワークジャケットとかだと思う。へえ、なんか多分ハンティングとか、はいはいはい、あ、そうか、銃とかね、弾関係のなんかやつだったんだろうね。ハンティングなんとかとかっていうワッペンですし、はい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 、うん、あ、まあそっち系で使われていたんじゃないかという。そうそうそう、で、この字で、この字で、はいはい、で中はミントフランネルの。いや、すげえなー、渋っ、うん、で、背中に刺繍がバーンと入ってますね。いや、たまんないっすね。ガンクラブか。ああ、なるほど。これもえぐいな、これ。ユニバーサルガンクラブ。はあ、かっけえな。いちいちかっこいいっすね。これはかっこいいよね。いや、これはかっこいい。これかっこいいな。まあこれはもう何にでも合いますよね。そうそう、この色は。ベージュのね、うん、その上着やから、何でもいける。うんうん。うんうん、これシビいな。これはね、ちょっと緩めだわ。あ、ちょい緩、うん、ちょい緩ぐらい。うん、いや、このちょっとね、このタグも渋いっすね。うん、この蹄なんですかね、これは。蹄だね。うん、これ50年代ぐらいまであるタグでしたっけ。6とかぐらいまでかな。あ、そうなんですね。でも割とね、うんうん、あの新しいタグにもあのこの蹄って入っとるんや。あ、そうなんですか、うん、なんか D って書いてあるつもりでみんな見とると思うけど、蹄なんですね、うん、よく見たらこれなんですよ。あ、そうなんですか、うん、へえ、いや知らなかったっすよ、うん、いや、これ CB な。いや、これは素晴らしい。あれはお宝みたいな。お宝っすね。大事なやつだよ、はい、続いていきましょうか。どうしよう、これは最後のとこどこ。いや、これも、これは、これもまあワークは、まあ、あの物自体は全然80年代とかぐらいの、うんうんうん、あの化繊ですか。そう、ね、化繊入ってポリコットンポリ、はい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 、うん、コットンポリの方がもう多いぐらい。ああ、はいはいはい、うん、まあボディ的にはそんな古くもないし、シンガポール製っていうよくわからない。へえ、そうなんだ。よくわからんやつ。へえ、うん、ボディは。そうそう、はい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 。で、まあこれ何が良かったかっていうと、うん、まああのスワージャケットだったわけですよ。いや、半端ないっすね。てかセンスいい。そうそうそう、この人。うん、すげえな。だからサイズぴったりで、で、センスいい人がちゃんと綺麗にあの、はいはいはいうん、並べて塗ってくれるっていう、まあ本当に古着ならではの一点もの、ね、いや確かに確かに、こういうのって、うん、こういうの手に入れないですね。そうそうそう、あ、すげえな。だから昔はなんか別にこういうの好きでも何でもなかったんやけど、あ、はい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 、なんかジャストサイズでパッて目の前に来た時に、うんうんうん、なんか買わずにはおれんかって。確かに確かに、これでもかっこいいっすもんね、シンプルに。めっちゃいいやんと思って、めっちゃいい。でちゃんとさ、同じワッペンでさ、はいはい、そう揃えてくれとるところ、この形ね。ああ、これツアー時期、まあ旅行に行ったりとかして、うん、その現地のワッペンをみたいな、そうそう、背中にバンバン貼るっていう、うん、地名のやつだからさ、はいはいはい、なるほど、うん、この人マジセンスでいいっすよね、うんうん、
結構いっとるしね。結構いっとる。結構かなりトラベラー。かなりレベル高いっすよ。そう、うん、だって今のこのヴィンテージマップもその安いものではないじゃないですか。うん、まあ、だって安くて2000円とか、まあ、高いものだったら4000円とかする、うん、世界じゃないですか。うん、でこの数ですよね。うん、もうワッペンだけでいくらよって話ですもんね。なんか結構ワッペン目的で買ったりとかするからさ。ああ、なるほど、ね。外してワッペン売ってみたいな。はい、なるほどなるほど。ワッペンだけで買うよりも、うん、そのボディが全部買った方が安いみたいなさ。ああ、なるほど。ああ、そうなんですね。そういうまでワッペンだけ外して売ったりとか、はい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 、よくしとるから。へえ、なるほど。まあ、でもこれはもうこのまま維持して、これはうん、これはもう、うん、なんかいや本当にね、ここの人のや歴史やからさ。ああ、はい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 、ロマンですよね、この辺は。そう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 、古着ならではのロマン、うん、これはなんかそういうのはね、ビビッと感じたよね。いや確かに確かに、いやこれかっこいい、渋いっすね。受け継いで俺が大事にしますみたいな。はい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 、確かに。いやこれもロマンを買ったと言っても過言ではないですね。そうそうそう、うん、であとはまあ、ほんとこの人の配置が良かったっていう、うん、いや確かに確かに、うん、センスっすよね。あの配置悪いやつもあるからあるっすね。 ありますあります。ダセーな全部みたいな。そうそうそう。配置がダセーやつは、うん、あのそのワッペン外してになるから。ああ、なるほどなるほど、うん、これも完璧っすね。これはめちゃくちゃ良かった。めちゃめちゃいい、うん、これが何枚目っすか。4枚目5枚目よもう。これは素晴らしい。続いていきましょう。いいわ、うん、いやこれも CB な。これもまあワークジャケット、はい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 、と言えばいいと思うけど、これ生地何なんですかね。これコットンのウィップコード。あ、ウィップコード、うん、はあ、すげえな。まあワークジャケット、はい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 、いや渋いっすねこれも、うん、これ年代的にどのぐらいなんですかね。これ60ぐらいとかじゃない。DC、 あ、 DC ですね、うん。まあ、この大会よく見ますね。そう、うん、60年の DC。 60、70ぐらいかね、うん。まあでも60だろうな。うん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 、まあ後ろはシンプルね。そうそうそう、別にストラップとかもないけど、はい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 、うん、まあこれはもうこの色のウィップコードはもうね、そうそうそう、絶対かっこいいですもんね、うんうん。コットンっていうところもいいね。あ、はいはいはい、はい、ウールのじゃなくて。あ、確かに、うん、コットンウィップコードやから、はいはいはい、まあ、ウールもいいですが、うん、ちょっととあの時期が絞られますもんね。そうそうそう、切れる時期が、うん、綺麗だ、かっこいい。あ、猫目、うん、はあ、ちょっと模様入って、はいはいはい、はい、これかっこいいっすね。へ、渋い。まあこれも何でも合いますよね。そうそうそう、うん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 、これかっけえな。いや渋い。これももう完全に、うん、タンパケのボックス、そういうスイングトップ的に切れるやつ、はい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 、これシビーな。まあちょっと大人のワークジャケット的なとこはありますね、これは。そうだね。まあ多分今ちょっと値段もするやろうしね、うん、この辺は。いや確かに確かに。うん。いや、かっこいいな。この辺。いや、俺もなんかこういうの欲しいな。うん、渋いっすね。かっこいい。いや、かっこいいです。だいぶ気に入っとる。うん。まあ、これが DC。うん、60、70年代ぐらいですかね。はい、はい、ワークジャケットってこと。はい。次でラストぐらいですか。そうだね。はい、次ラスト。うん。これはスペシャルですよ。マクレガーの、はい、まあ、王道ですね。マドリズラーの、まあ、黒。黒、うん。黒なんてほぼ見ないですね、うん。黒と赤は別格やからね。あ、そうなんですね。値段がその。ああ、はい、物としては。そう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 。年代的にはどのぐらいですか。50。うんうんうん。うん、いや、いいな。まあちょっと僕もこのね、ネイビーは、まあ、ほぼ一緒のやつ持ってるんですけど。うんうん、ただね、このチャームね。そうそう。これ大事やから。これ大事。これ俺のないんすよ。ああ。俺はない。あ、うん、俺はい、ついてないんすよ。まあ最近、うん、まずこれ自体もあんま見んし。まあまあそうっすね。これを見ても、やっぱ残ってないよね。うん、残ってないっす、うん。もうほぼほぼ見たことないっすもん。うん。やっぱこれあるのとないのと違いますね。そうはね。やっぱ完品もやっぱね、違いますよね。うん。これ、俺若い時に先輩から、はいはいはい、これをついてないやつは買うなって教えが固く教えられたからいやこれも欲しいわ。どうしてもやっぱ今でもね、うん、見てもやっぱついとるかどうかの確認は、いやでもついてないですもん。もうほぼついてない。ほぼついて、ほぼついてないです。ほぼついてないです。これだけ欲しいですもんだから、うん、マジでこれだけ探しても出てこないですからね。
やこれはまあもう完璧、まあ、完璧っすね俺は。昔古着屋さんでこれだけ取られたりとかね、やっぱしとったもんね。あ、そうなんですね。なんか外しといて、はいはいはい、買った時にレジで渡すとか。え、あ、そうなんですか。そんなんしとるお店とかあったよやっぱ。うん、まあすぐ取れちゃいますもんね。そうそうそう。あ、そうなんですね。うん、へえ。いや、これはスペシャルっすね。まあこの黒のドリズムはもう全てに合いますもんね。パンツはマジで、そう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 、マジで何でもいいっすよね。何でもいいよ。うん。うん、シンプル。なんか友達と古着屋遊びに、名古屋の古着屋とかに、はいはいはい、多分日帰り弾丸とかで行った時に、うん、名古屋のなんか有名な昔からあるショップで、うん、はい、あったんよね、確か。あ、こいつが、うん、はいはいはい、でちっちゃいから、あ、なんかすげえその時の値段でも安くて、うん、へー、でなんかその2人の友達に、うん、いや買っとけってみたいななって買った気がする。あ、まあシアスのサイズだし、うん、これ1枚だけ買って帰ってきたような気がする。へー、名古屋行った時、はい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 、まあ金もそんな持ってなかったしね。うん、うん、え、その当時からやっぱ黒と赤は別格なんですか。黒と赤はもう当時から別格、当時からずっと。へー、うん、まあなかなか見ないですもんね、黒。もうね、見ない、マジで見ないですね。でこれが羨ましい、これ完品っていうのがこれ渋いっすね。でこれがラストっすね。これラストですね。マクレガーの、まあ、ドリズラー、はい、黒ということで、今回は、スイングトップ特集、はい、ということで、まあ、かなり濃厚なね、回になったと思うんですが、まあ、まだまだありますから、うん、はい、まだまだこの新屋さんのヴィンテージ紹介コーナーは続くんで、またよろしくお願いします、はい、今回こんな感じで終わろうと思います、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。